日本語能力試験。これから N3 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題1。問題1では、まず、質問を聞いてください。 それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番 1> 花屋で男の人と店員が ある花について話しています。男の人は、この花に水をやるとき、どのように水をやりますかこの花を買いたいんですけど、世話するの楽ですかええ、水をやるだけでいいんですよ。水は土が乾いたときに根っこの方にだけやるようにしてください。葉っぱにかからないように。上からかけちゃいけないんですか 湿気でカビが生えたり腐ったりすることがあるのでそうなんですか気をつけます水をやった後下のお皿に水が溜まっていたら水は捨ててくださいねわかりました男の人はこの花に水をやるときどのように水をやりますか 2>, 2番。駅のプラットホームで女の人と駅員が話しています。女の人は何番線の電車に乗りますかすみません。南海岸行きの電車はこのホームの3番線で待てばいいんですかそれとも向かい側の4番線に止まってる電車ですかどちらも 南海岸とは反対方向ですねどちらまで行かれます山川駅までじゃあ2番線の各駅停車ですね同じホームに1番線もあるんですがそちらは急行電車で山川駅には止まりませんから気をつけてくださいえー、っとですねこの3番線と4番線のホームを前方に進むと階段がありますそれを上がると 南海岸行きのホームに出ますからありがとうございます4番線の電車がもうすぐ出ますのでホームを歩く時気をつけてくださいね女の人は何番線の電車に乗りますか 3番。女の学生と先生が話しています。女の学生は、レポートのどこを直しますか先生、レポートを書いたんですが、これでよろしいでしょうかあ、もう書いたんですか早いですね。内容は後で見ますね。タイトルの書き方はこれでいいですかうーん、問題ないですよ。 これでいいでしょう。ありがとうございます。他は、名前も書いてあるし、番号も書いてあるし。でも名前は名字も書いてください。それから、科目名が間違っていますね。この授業は世界の文学ですよ。日本じゃなくて。あ、すみません。それを直してもう一度出してください。はい。 女の学生はレポートのどこを直しますか四番会社で上司からの留守番電話のメッセージを聞いていますこの後 ままず何をしななければなりませんかあもしもし佐藤ですが実は昨日の書類を会社に置いてきてしまって私の机の上にあるんですがすぐに郵便局に行って出してきてくださいあそうそうその前に忘れずに部長に頼んで書類にサインをしてもらってください 郵送したら確認のために私の携帯に電話をお願いしますじゃあよろしくこの後まず何をしなければなりませんか 5番。同じクラブの女の学生と男の学生が話しています。男の学生は最初に何をしなければなりませんか松本くん。私、明日から旅行に行くんで、ちょっとお願いしたいことがあるんだけど。どんなこと新入生のパーティーについてどんな風にやるか、みんなに意見を聞いて、 案を作ってほしいんだけど、今週中に。えーっと、メールで意見を聞いて案を作ればいいよね。うーん。できたら会議をしてほしいんだけど、メールだと意見言わない人いるから。春休みだから、みんなが集まるのはちょっと難しいんじゃないかな。うーん、そうかなー。 みんなの都合がつかなかったらメールでも構わないけど、まずみんなに連絡して集まれるかどうか確認してよ。うん、わかったよ。男の学生は最初に何をしなければなりませんか 6番。市役所で男の人と市役所の人が話しています。男の人は卓球教室に何を持って行きますかすみません。掲示板で中級者向けの卓球教室があるって見まして。レッスン料は無料って書いてあったんですけど。はい。レッスンは無料なんですが、卓球ルームの利用料としてお一人200円。 参加される時に毎回いただいています。あ、そう書いてあったかもしれない。すみません。きちんと読んでなくて。申し込みます。では、こちらの紙にお名前とご連絡先をお願いします。教室は来週の日曜日から始まります。十時に直接教室にいらっしゃってください。えーと、ラケットはご自分のを使われますかはい。 ラケットもボールも自分のを持ってきます。あ、ボールはなくなったり、他の方に間違って持って帰られてしまうことがありますので、個人のものをお使いにならないようお願いします。わかりました。男の人は卓球教室に何を持っていきますか 問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では、始めます。一番。男の人と女の人が話しています。女の人は、新しい家について、何が一番いいと言っていますか 課長、引っ越し大変でしたね。新しいお宅、どうですかうん。前の家よりも広いしね。駅からも近いし、住みやすいのよ。へえ、いいですね。でも、一番気に入ってるのは、庭があること。今度、みんなで遊びに来ないえ、いいんですかもちろんよ。パーティーでもしましょうよ。 会社からも近いしねいいですね。ありがとうございます。ぜひ。女の人は新しい家について何が一番いいと言っていますか 番男の人と女の人が話しています。女の人はレストランについて何が一番良かったと言っていますか昨日のレストラン良かったね。うん、本当。どの料理も美味しかったよね。 量もちょうどよかったし。そうだねそれにお皿もそうそう素敵なお皿だったし見ているだけで幸せな気持ちになったよねほんとああとお店の人たちのサービスもよかったねそうだよねでもやっぱり料理が最高特に魚ね また、今度食べに行こうよ。女の人は、レストランについて、何が一番良かったと言っていますか 番学校で女の学生と男の学生が話しています男の学生はどうして昨日ハイキングに参加できませんでしたか小川君昨日のハイキングどうして来なかったのそれ僕の方が聞きたいよ。 昨日駅行ったけど、誰もいなかったんだよね。え本当駅って、桜駅そうだよ。朝9時に改札口の前で待ってたんだけど。変だね。それなら会えたはず。あ、もしかすると、北口の改札に行ったんじゃない南口に集合だったんだけど。あ、間違った。小川くん。 電話しても出ないし、来るのをやめたんだと思ってたよ。ごめん、昨日は携帯うちに忘れて出ちゃったんだ。男の学生は、どうして昨日、ハイキングに参加できませんでしたか 4番大学で先生と女の学生が話しています。女の学生はいつ先生のところへ研究の相談に行きますか加藤さん、今週の土曜3時に加藤さんの研究について相談を受けることになってましたが、 はい。実は、急に会議が入ってしまって、他の日でもいいですか今週水曜日の午後とか。水曜は、毎週午後、授業がありまして、先生のところへ伺うのが、4時半ぐらいになってしまいますが、それでもよろしいでしょうか。それだと、私は5時過ぎから授業があるので、30分しか話せないけど、構いませんかあの、 できればもう少し時間をいただきたいんですが。じゃあ、少し相談に乗るのが遅くなってしまうけど、今週の約束を一週間伸ばしましょう。時間も同じで。それならゆっくり時間が取れますから。はい。よろしくお願いします。女の学生はいつ先生のところへ

何だと言っていますか私最近家の庭で野菜を作り始めたんです前から早起きなんですけど今は朝起きたらまず野菜に水をやって一日が始まります 近所でも野菜を作ってる人が意外に多くて、それまでは話したことがなかった人たちと親しくなることができました。共通の趣味ができたおかげですね。中には家でたくさん作っていて、店で野菜は買わないっていう人もいるんですよ。野菜ができたら野菜が苦手な孫にも食べさせたいです。新鮮な野菜なら野菜が好きになってくれるかもと期待してます。 女の人は家で野菜を作り始めて良かったことは何だと言っていますか。六番。女の人と男の人が話しています。雑誌に載った写真は。 どんな写真ですか山田さん、写真を撮るのが趣味だそうですね。いつもどんな写真を撮っているんですか景色を撮ったり、庭で遊んでる子供たちを撮ったり、いろいろだよ。あ、僕の写真、この間雑誌に載ったんだよ。わあ,あ。 すごいですね。どんな写真ですか夏休みに子供を連れて森山自然公園に行ってね。花がとっても綺麗だったから、それを撮ろうと思ったんだけど。ああ、あそこは池の周りの花が有名ですよね。うん。だけど行ってみたら、池に見たことない珍しい鳥がいてね、それを撮ったんだよ。あ、あの池は魚がいるから、魚を取りに来たのかもしれませんね。ああ、そうか。 雑誌に載った写真はどんな写真ですかここでちょっと休みましょう また続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありません まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から、最も良いものを、一つ選んでください。では、始めます。一番。 女の学生と男の学生が話しています。佐藤くん。佐藤くんってあの雑誌によく出てる青山っていうレストランでアルバイトしてるよね。どううん。料理のこともいろいろ教えてもらえるし、バイト仲間もいい人ばかりですごく楽しいよ。いいね。実は今ね、バイト探してるんだけど、そこ、 人を募集してないどうだろう。今度店の人に聞いてみるよ。本当ありがとう。女の学生が伝えたいことは何ですか 1, ?1 佐藤君のバイトの仲間を紹介してほしい二。 佐藤くんにバイトの探し方を教えてほしい。三、佐藤くんのバイト先に食事に行きたい。四、佐藤くんのバイト先で自分も働きたい。 2番 2> テレビで医者が話しています私は患者さんからストレスや疲れで体の調子が良くないという相談を受けることがあります。皆さんは普段からよく笑っていますか面白いテレビ番組を見たり楽しくおしゃべりしたり何でもいいんです。笑うと緊張が解けます。それにより血の流れが良くなり 元気になるという研究報告もあります。運動を始めるよりずっと簡単なことですから、ぜひやってみてください。医者が言いたいことは何ですか ?1 体の疲れは医者に相談した方がいい 2, 2健康のためによく笑った方がいい 三、テレビを長い時間見ない方がいい。四、できるだけ運動をした方がいい。三番、テレビで明日の天気予報を聞いています。明日は 寒い一日になりそうです。最高気温は9度、最低気温は2度の予想です。今降っている雨は明日の朝まで降り続きますが、お昼には止んで、午後は気持ちよく晴れるでしょう。しかし、夕方以降はまた強い雨が降り出すでしょう。夜遅い時間には雪に変わる可能性もあります。 暖かくしてお出かけください。明日はどんな天気ですか ?1。よく晴れて暖かい。2。2> よく晴れるが寒い。3>, 3。天気が変わりやすく寒い。 「一日中雨が降って寒い」問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか 一から三の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。一番。机を運びたいのですが、とても重いです。友達に何と言いますか一。1 手伝ってくれる 2, 2手伝おうか3手伝ってもいいよ。二番お菓子を作りました。食べてもらいたいです。何と言いますか 1, 1これ召し上がってください。2, 2では食べさせてください。3どうぞお作りください。3番 3> もう遅い時間です。 店が空いているか店員に聞きます。何と言いますか ?1、1> 買い物は終わったんですか 2>, ?2、もう店に入られますか ?3、まだやってますか 4番、コンビニの機械でコンサートのチケットを予約します。使い方がわかりません。店員に何と言いますか ?1、どうやって予約するのか教えましょうか。2、2> 予約はどうすればいいんですか 3>, ?3、チケットを予約したらどうでしょうか 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では、 始めます。1番。1> 加藤さん、明日のパーティー行くでしょクラスのみんなも行くって。1。1> うん、できれば行きたいんだけど。2>, 2。すぐにクラスのみんなを誘ってよ3。パーティー明日にしようか。 2番。2> 私、先輩にアルバイト紹介してもらうことになったんだ。1。1> よかったね。どんなバイト ?2。新しいバイトを始めてみてどう 3>, ?3。先輩にバイト手伝ってもらうの 3番、これはいつまでに払わなくちゃいけませんか ?1、1>, 1回でお願いします。2>, 2、A、払わなくちゃいけません。3、できるだけ早く払ってください。 4番、1ヶ月の長い休みが取れたら何したい ?1、やっぱり旅行がいいな。2>, 2、それなら夏休みを取るよ。3、うちで休んだ方が良かったよ。 5番。あの、窓を閉めてもらえないでしょうか。1。すみません。お願いします。2。2> はい、わかりました。3>, 3。そうですね。開けましょう。 6番。先輩のカメラ、今週いっぱいお借りしてもよろしいですか ?1。ちょうど借りようと思ってたから。2。2> じゃあ、なるべく早く返すから。3>, 3。うん、しばらく使う予定ないから。 7番最近毎日料理してるんだけど、少しもうまくならないんだよ。1, 1少ししかうまくならないの ?2, 2毎日頑張ってるからだね。3誰か上手な人に教えてもらったら 8番昨日はせっかく映画に誘ってくれたのに行けなくて悪かったね。1、1> それは残念だね。2>, 2、ああ、気にしないで。3、本当にごめんなさい。 9番。木村くん、これ、社長が書かれた本なんですよ。1。あ、拝見します。2。2> はい、お見せします。3>, 3。では、お目にかかります。 これで、懲戒試験を終わります。